はい、皆さんこんにちは。アドベンチャーワールド、今日はコラボ企画です。海岸調査隊、イエーイ。今日はアドベンチャーワールドから10分ぐらい車で走ったところにあります、じゃじゃーん、京都大学白浜水族館に来ております。イエーイ、やった。今日は白浜水族館の原田さんに登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。京都大学白浜水族館飼育スタッフの原田です。はい、こちらの京都大学が運営している水族館になってます。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツゴー。今日はアドベンチャーワールドスタッフの江口ファミリーと川野ファミリーに来てもらいました。よろしくお願いします。せーの、イエーイ。はい、でね、この辺生き物がいろんな生き物がいるので、それ自由に取ってもらっていいんだけど、ね、刺されたらね、めっちゃ痛い生き物とかもいるから注意してね。ミノカサゴいたらかなりレアだな。ね、クラゲも珍しいかな。ウニ、ね、ウニの仲間がね、刺された痛いやつおる。気をつけてね。毒蛇おったら逃げてね。ウミウシおるかもしれん。ね、この辺でね、一番危ないやつね、これガンガゼ。ガンガゼ、これね、刺されたらめっちゃ痛いから、刺されたら病院行きやから気をつけてね。あと、ま、これはおるよ、これはいっぱいおるよ、これ気をつけて、ガンガゼ。こんなトゲトゲ、トゲトゲがね、めっちゃ長いやつ、短かったね、大丈夫。これも気をつける。あ、これ大丈夫。知ってる、これさ、捕まえたことある。ここのね、図鑑のね、ここ触ったらダメですよマークがついてる生き物は触ったら危ないよ。じゃあこれは、これ大丈夫。あれ、これは、あ、これはあの、このマークは触ったら危ないよってマーク。あ、そう、印、これも大丈夫。ここマークついてない。ここもまあ大丈夫。ここは大丈夫。これも大丈夫。正解はここです。え？届かない。手で取った方が早いかもしれない。本当だ。手で掴んでるんですか？いや、噛まれるかも。大丈夫、大丈夫。それパニ弱いから大丈夫。すごい。なかったな。噛まれん。大丈夫、大丈夫。はい、中入れてきます。じゃあ名前は後で調べます。すごい、ハサミが2本と足8本あります。ハサミちっさ。ハサミちっちゃいな。だから大丈夫。噛まれた。可愛いね。噛まれても大丈夫。ちゃうな。大丈夫、大丈夫。
魚がいるとこか、はい、はい、ちっちゃいウニです。ウニって言うけど食べれるんやけど、食べれるけどな、これはちっちゃいな。食べるとこほとんどなし。でっかいでっかいカニおるで、ここにできた。ねえ、でっかいカニおるって、でっかいカニおるって。手で行こう、手で、手で行こう。いやだ。結構でかいし、いやだ。だって怪我したかんよ。ねえ、でっかいカニおるで。そっから挟み撃ちして、ゼラチンみたい。どっちか買うか分からんねー。あげていた、やったー、でっかいカニゲットした、やった。見て、カメラで見て、あ、ほら、おー、やった、え、すげーでかい。あんまりいじるとよ、白い糸が出てきて、すごいカニさんがいっぱい。大丈夫か？大丈夫。オッケー。もう乗り物になってる。どっち行く？どっち？あっち。よし。パッといて。見せ見せ。じーっとしてた出てくるで。え、嫌な？で、こう中入れとこ。イエーイ。嫌な、嫌か、嫌な。ここいっぱいおるわ、ヤドカリ。はい、ちょうだい、ちょうだい、取ってみ、自分で。ほら、こうやってこれ歩いてる、これ歩いてる、頑張れ、頑張れ、取って、よっ、ほら、見て、爪出てる、捕まえた、捕まえました。ヤドカリ、ここにいっぱいおる。うん、ヤドカリな。ヤドカリやで。どこに？何？取れてる。お、取れた？うん、取れた。やった。見て見て。見て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 。ヒントしてるよ。エビがね、1、2、3、3入ってる。すごーい。すごい。おかしい。うわー、マイカ。足逃げちゃうかな。うわ、やったね。あっち入れとくか。入れてきたで。あ、もうマジかよ、取れー。それなんですか。これも生き物です。中身は貝ですね。名前もまた後で浮かんでみます。結構いっぱい取れてきました、ね、おー、すごい、すごい。はーい。じゃあ名前を紹介していきます。
それもそう。このカニはイソクズガニというカニです。イソクズガニです。本当がこのいっぱいいたカニがイソクズガニです。そのウニ、カニはそのウニは、これがホンナガウニで、ホンナガウニだって。これがムラサキウニですね。はい、じゃあどう、貝はあーくっついた指に、あやべえ、なんだろう、みんなで考えて。はい、これは銀高浜、うん、これ銀高浜、銀高浜。これなんだろう、あ、これはね、ウニの中でも腰、はい、腰高ウニ。これがね、右のハサミが大きい本ヤドカリです。本ヤドカリ。どうですか、これだ。右のハサミだけ大きいです。はい、右のハサミが大きい。これ。右が大きい。んでね、こっちはね、ハサミの大きさがね、右と左で一緒。ハサミが一緒なのが、一緒なのがこちら磯横ハサミです。磯横ハサミ。はい、じゃあ皆さんたくさん生き物を取れました。楽しかったですか？はい、やったー、おねぷー。はい、気分がよかった。なんか感想ある？どうだった？あ、恐竜や。何がいっぱいいましたか？なんかこっちのカメラに向かって。貝がいっぱいだ。うん、ヤドカリとかカニとかお魚もいました。これウニは2匹いる。ウニも2匹いましたね。たくさんね、生き物を発見できました。じゃあ今捕まえた生き物たちはまた海に返したいと思います。じゃあまず最初、生き物たちにありがとうしましょう。 OK？はい、じゃあ生き物さんたちにありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね、一緒にバイバイしようね。バイバイ、うん、これもバイバイ、これもバイバイ。はい、じゃあ海にバイバイ。バイバイ。よし、ではね、たくさんね、海でね、いろんな生き物を見つけて楽しかったですね。じゃあ最後にね、じゃあこの綺麗な海を守るためにみんなでゴミ拾いをしてからね、お別れしたいと思います。 OK ですか？はい、じゃあみんな探してね。せー、いきますよ。走らずゆっくりでいいからね。はい、じゃあゴミ拾い、よーい、スタート。よし、マヨネーズあった。お、何それは。おい、パンのゴミかな。たくさんゴミが取れました。ありがとう。そうだね、まだね、いくつか落ちてるから後で拾って帰ろうかね。ね、今日はたくさんね、綺麗な生き物たちと、あとはね、みんなでもっと綺麗に海をしました。もしね、いろいろ遊んでる時にゴミがあったらぜひ拾ってください。なんでだと思う？なんで拾った方がいい？そう、海が綺麗になるよね。あと、もしゴミがあったら生き物が間違えて食べちゃうかもしれません。
ね、だからまずは自分が捨てないことと、あとゴミを見つけたらぜひね拾って帰ってください、ね、これから夏になったりして海水浴とかキャンプとか行った時にもね、みんなゴミ拾ってね。うん、そうそうそう。じゃあまたこれからもね海で楽しく遊んでね。わかった。わかった。はい、ありがとう。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあ最後みんなカメラにバイバーイってしましょう。ズーのバイバーイ。ありがとう。ありがとう。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日はねすごい潮も引いてて、天気をねなんとか持ってくれたんで、うん、すごくたくさんの生き物が取れてよかったです。まあ、カニとか、ヤドカリとかがメインですよね、うんうん、こういういろんな生き物いるんですけども、はい、やっぱりゴミとかが増えていって環境が悪くなってしまうと、うん、こういう生き物たちもどんどん住めなくなっていくんで、やっぱり環境を守っていくことは大事だと思います、うん、そうですね、まあ、僕たちアドベンチャーワールドも京都大学の白浜水族館さんもこうやってね、生き物の魅力をたくさん伝えていますので、まあ、これからも、ね、自然や、あと生き物あふれるね、豊かな社会を作っていけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあね、そこまで、なんか、ちょっとご覧になりますか？あ、行きます。はい。じゃあ、行ってきます。皆さん、バイバーイ。